いやちょっと、これはと、このさあれだけつけとこうか、ここ。うん。つけたり消したりせいでも。どうやった今日、うん、あ、今日なんかご飯少ないな、これ。ん？ご飯少ないね、いつもより。ご飯な少なかろう、うどん食べるって思っとったんた。いやいやいや、ご飯炊いたん。いや、炊いた少ないかどうかだっけ。炊いたよ。残したの？残した。あ、ほな入れて、いつもと一緒で。もう全部明日困るけど。ちょっと、このチャンネル貸して、チャンネル。何その？消す。え、消す、消す。自分で消す。こんなお母さんのちょっと撮ろうかなって。びっくりした、もう、それ、団子体だろ。いつもの通りよ、いちごと。えら、多いな、もう、これ。いちごと、ちょっと、いや、うどんがあるけんな、しもたよ、と思ったんだけど。あとの祭りの話は何も聞いてない。あとの祭りしたっていけない。いつものことやるだろう。考えがつかんって。あ、これしもう食べる？これ食べるよ。うん、お母さんは冷やご飯で置いとく。これ気になるの。もうここで取らずに、いや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 、かけてから。いや、そんな鬼みたいな顔せんでやばい、もう。いや、もう二度。いやいや、あんたのだけ取ったらええやん、自分の分だけ先に。これ冷蔵庫入れんでええでしょ、お湯は。入れんで入れんかったらええじゃん、出したらいいじゃん。入っとったら出したらいいじゃん。出したらいいだけなんです。いや、今日、出したらいいだけ。いや、それ簡単な話やけど。違うんよ、簡単なやつって。簡単じゃない、別に。見て、冷蔵庫じゃろうか思って見たら入っとった。いや、入っとったら出したらいいじゃない。外がいいんだったら出したらいいな、話や。醤油やソースやないか。自分が入れとったんや、最初に。入れんでもええんね。入れんて言えば普通入れんていいのに、最初に。あ、入れんね。違うね、最初に入っとったけ。いや、上田入っとったじゃん。入っとったけん。合わせてやっただけだ。昨日おとついのじゃ。何よ話があっち行ったらこっち行ったよ。チンしたんじゃ。これまた6人切っとらせんやん、これ。んこれいけ。やわけ言うたろう、置いとったらいかん言うのに。あ、串来たね、来たね。わけ、そんなものいつまでもダイソーに置いとるけんよ、もう。ああ、すっぽり。あれほど言うたのに、わけよ。外なんか置いとったら食べないもん。あるんで、炊いたの。
いや違う違う違う、なんかこの間のやつをなんでそんな置いとんのって言ってあるとかないとか言うんじゃないんや。酸っぱい。そんな大事そうに持っとるけえほな、外に出しとったらいかんわ。まだ食中毒がいっぱい出よるよに。やってることが本当子供と一緒やよね。味酸っぱかった。ん？酸っぱかった味。うん、どうもいっぱいやっぱ冷やいよ。でもそりゃそうだよ、いけんねえな、火のとこじゃけそれぐらいわからないなんで。明日のそうどんがあるけん味噌汁も炊かない。なんでうどん食べれんじゃん。どれぐらいやろ。また中途半端な感じ。中途半端だけ炊いたんよ。お母さんはこれがあるって思って。これだけ食べたらいいじゃない今。今食べん。それを食べるつもりやったんだ。食べたらいいじゃん。いいよ、これは残っとく、食べろ思っとっただけで。だけいっぱい分あるんやろ、まだ、うん、食べたらいい。明日食べないや。いや、味噌汁がいいんだと。味噌汁がいい。そう、それだけ食べたらっていう。もうこれみんな食べてもらうと、お母さんにさ、味噌汁するんなら、うん、明日のお昼に置いとってもよけりゃ、一回がもうやめやめ、もうあんな一回一回残っとるって分かったらもうやめて。腐ったうどんを口に入れて、食べてよ。
これうどんの玉どこの玉こんなところで来たやつ、うん、太いなこれ。このうどん美味しい。かまちゃん、このかぼちゃんも美味しい。私にいらんねんち、ね、食べるじゃん、置いとってんの、ちょっと